2009年撮影、エリー・ナーデルマンによる彫刻が施された3階分の高さのエントランスフラービルはニューヨーク市マンハッタンクミットタウンにある超高層ビルである。住所は東57丁目とマジソン・アベニューの北東側の角の東57丁目41の45号である。フラービルはフラ建築会社がフラットアイアンビルから事務所を移転するために1929年に 建てられた。高さは150メートルである。当時の風潮に乗って、建築家ウォーカージレットは、多くのアールデコ様式の特徴を、ビルの内装や外装に取り入れた。クリストファー・グレーが、ニューヨーク・タイムズに記したように、このビルは1929年のジャズ流星時代に57丁目に、芽生えた商業的な、息の証である。建築業者としてのフラー建設は、 国連ビル群、リーバーハウス及びワシントン DC の最高裁判所ビルの建設を手がけていた。フラービルはニューヨークの最も重要なギャラリーが入居していることで知られている。例えば EN ・アンドレー・メリッヒギャラリー、ロバート・ミラーギャラリー、EN ・チャールズ・イーガンギャラリー、デビット・マッキーギャラリー、デビット・フィンドレイ・ジュニアギャラリー、キャッテリーナ・リッチ・パーロギャラリー、 EN ザブリスキーギャラリー、アンドリュー・クリスポギャラリー、及び先駆的な EN ピエール・マティスギャラリーなどである。いくつかのギャラリーは移転、または閉鎖しているが、多くの新しいギャラリーが代わりに入ってきている。例えば、ジェイソン・マッコイギャラリーや、ウェントギャラリーなどがその場所を占めている。ありがとうございます。